とってナムさん、うちのアザールとケイン、トレードしませんか？スペイン一部レアルマドリードが、イングランドプレミアリーグのトットナムに所属するイングランド代表 FW ハリーケイン29獲得を検討していると、スペインメディアカデナセールが報じた。2024年夏でトットナムとの契約を満了するケインをめぐっては、同リーグのマンチェスターユナイテッド、ドイツ一部バイエルンミュンヘン、フランス一部パリサンジェルマンが今夏の獲得を目指していると報じられている。そんな中、アールマドリードも争奪戦に参戦する構えだ。同メディアによると、アールマドリードは、不良債権化している元ベルギー代表 MF エデン・アザールら選手プラス金銭での獲得も念頭に入れているという。その一方で、エース FW カリム・ベンゼマとの共存問題や、将来に向けた FW エーリング・ブラウト・ハーランド・マンチェスターシティ獲得の障害になる可能性もあることから、慎重に検討していくという。白い巨人はケイン獲得作戦を発動させるのだろうか。ケインは相当スパーズに貢献してきたから出て行っても文句は言われないでしょう。ただこれだけ色々な記録作ってきた選手だから移籍するにしてもプレミアで引き続きみたい。年俸の7、8割をレアルが負担ならアザール移籍はありかも。負けたら儲け物だしレアルも全額ドブに捨てるより少しでも他チームが負担してくれた方がマシだろうし。本当に良い選手だったんだけどね。アザールって厚かましいにも程があるわ。普通はこんな条件に乗らないんだが、変わった会長さんだからね。プレミアクラブには売りたくないだろうし。ケインはスパーズに十分すぎるくらい貢献したしもう出てもいいかな。30だし個人タイトルよりチームタイトルの1つや2つ欲しいはず。リーグタイトルや CL を取れるチームに移籍してもファンは温かく送り出してもらいたいね。問題があるとすればスパーズのオーナーくらい。トッテナムがアザールを取ってくれるか？もはや中東しか行き場がないと思う。でもケインがマドリーに来たら嬉しい。今のアザールじゃ金銭の補填にならんやろ。しかもフルスのライバルチームとか本人拒否でしょ。アザールか。チェルシーが移籍市場で良い取引をしていた時代が懐かしいね。マジでアザール引き取ってくれるのは温情でチェルシーくらいやろ。アザールで取れるほど、ケインは安くはない選手だ。年俸高いアザール、押し付けようとしててくさ。よろしければ、チャンネル登録、お願いしまーす。